と今日はワイヤレス2つ比較していきます。この X5 の方をこれ気に入ってて、ライブとかでもバンドとかでも使ってたんですけど、ちょっと壊しちゃって、でまあ安いからと思ってこの常用買ったんですけど、結構ハイ落ちがするし、ミドルもなくなるんですよね。ちょっと微妙にやっぱ音ちゃいますね。僕はやっぱちょっとこっちがハイがきっちり出るのが好きですけどね。これ比較していきます。16年のスバリバブ、これ結構きっちりハイが出るんで、この違いがはっきり出そうですね。同様はハイがグッと抑え、なんかハイの倍のとこがグッとなくなるんで、物足りひん感じですね、うん、腰もなくなるような。 X5 はちょっとハイが、ハイですか、プレゼンスのところが上の方がちょっとキュッと出る感じが、あのアンプで下げればいけそうな気しますね。なる感じですね。次ちょっと歪みで聞いてみます。まずなんか音量がちょっとグッと下がった感じしますね。自然っちゃ自然ですけど、ちょっとハイがもうちょっと再現されてほしいですね。X5 はちょっと派ですね、プレゼンスのあたりが。でも音量感で言うと、X5 の方がやっぱきっちりある感じですね。音量差を感じないですね。ちょっと X5 はハイがちょっときつくなる感じですね。ただまあこの時にアンプのトリブルをちょっと下げてあげれば、ここは常用よりこっちの方がいい気がしますね。じゃあフロントのソロ、ちょっと常用は物足りひん感じですね。この弦に当たった瞬間のブリッとしたハイもないんで。X5 の方が僕は好きですね。ちょっとね、ハイが、ハイっていうかプレゼンスがキュッて出るんですけど、そこアンプで下げたいならいいですね。僕は常用よりも X5 の方がいい感じですね。